ポケットモンスター青実況プレイ始めていきたいと思います。チーズ、皆さんこんにちは、チャリッチョです。今回は、シルフカンパニーですね、攻略していきたいと思います。ちょっと前にですね、ドラえもんがですね、ついに、この山吹シティのとある家でですね、最高記念室を手に入れましたので、それを覚えさせました。また格闘道場にね、事前に挑んだっていうこともあり、ドラえもんが少しレベルアップしております。ではでは、シルフカンパニーに挑んできたいと思います。なんか滑舌が悪くなったのは気のせいだ。で、今回のこのシルフカンパニーはですね、結構ですね、多いんですよ。ロケット弾の数が多いし、広いしで、トレーナー戦がね、たくさんになってしまうと思いますので、ちょくちょくね、カットは入っちゃうんじゃないかなと思います。まあちょくちょくどころかね、もしかしたらいきなり一気にカッつってなるかもしれないですけどまあね、やっていきたいと思います。最近ですね、ポケットモンスター青の実況更新がですね、なんか最近月1感覚になっちゃっているわけなんでね、ちょっと遅くなっちゃって申し訳ないところではありますけれどもね、まあそれでもね、なんとかマイペースな感じではありますけれどもね、のびのびと更新は続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。もうね、1ヶ月に1回ってこともあって、前回ね、収録した時が2月末だったんですよ。で、今日もね、今3月31日なんですねで、前回のパート12を投稿したのが、その、だいたい3日ぐらい前だったんで、またこのパート13を投稿するっていうのも、もしかしたら4月末になるなんてことは、ないようにはしたいんですけどね。まあ、現時点ちょっとですね、仕事が結構忙しくてですね、4月半ばぐらいになって、落ち着くかどうかって感じなんで、まあそれまではほんとマイペース更新、本当にどんなんだろう、仮面速度のような感じになってしまうと思います。まあすいません、ご了承くださいませ絶対にクリアしてみせますので、そこだけはね、間違いはないと思いますので、いやー、カードキーないとダメだから、これカードキーを探すっていうこともやらないといけないわけですね。そしてさっきも見えたかと思いますけど、ひし形のブロックですね、あれでワープして上行ったり下行ったりとかでね、もうある意味迷路状態なんでね、そこが結構めんどくさくて、まあ時間がかかってしまうんじゃないかなと思われます。何せ僕このルートを全然覚えてませんのではい、なんでもうちょっと本当だいぶキャッツってなってしまうんじゃないかなと思います。まあそこに対してだけはね、気をつけつつも諦めずに頑張っていきましょう。とにかく僕自身が諦めてしまったら、ドラえもんやしんちゃんとかの活躍もなくなってしまいますからね。この縛り実況自体も終わってしまうわけですからねそしてね、まあ僕自身も本当もともと鼻声なんですけど、今本当絶賛花粉症なんで、さらに花粉症にね磨きがかかっております。なんでまあちょっと声的にとか喋ってること的に聞き取りにくいと思います。ごめんなさいなんですけど、まあそこもすいませんが、今しばらく我慢してください。多分4月末ぐらいにはならないと解けないと思いますので。ちなみにこの時のコイル、レアコイルはですね、初代は鋼タイプがないっていうこともあって電気タイプのみとなります。なので虫タイプの技でも問題なくダメージを与えることができますね。鋼タイプがないとどうしてもレアコイルって良さを引き出せないですよね。電気タイプだけなんで、まあいろいろとダメージ効果今一つにできないっていうところがあるんでね、そういうデメリットはありますね。まあただ地震とか地面技を食らっても2倍で済むっていうメリットこそはありますけれど、
やっぱレアコイルは剥がれタイプあった方がいいかなっていうのが、まあ個人的な見解ですね。ジワコイルは一応育てたことがあるんで。なんだこいつ。ちょっと待って、これ今日のサブレでいいじゃない。イカれてますよこいつ、顔がなんかすごいことになってるよ。マナマイってこんなイカれた顔してたっけ、あれ。イカれたモンスターボールだぞ、だよ。ちょっと想定外ですね、これは想定外ですよ、これは。まさか相手のただのトレーナー戦でこんなね吹いてしまうような展開になるとはね、誰も予想はしてなかったと思います。こんな気違いな顔をしていたマルマイン、今までのシリーズ見たことあるでしょうか。いや、ないでしょう、絶対にない、絶対ないでしょう、みんなないでしょう。これはね、今はねもうすでにトレーナー5人目なわけですよ。でもうご覧の通り最高気でしたね。最下光線の TP が早くも12、少なくなってきましたね。いやー厳しい、やっつけれないよ。メガドレイン今のでね、やっつけなかったらちょっと痛いわけですね。さあそしてですね、明日はエイプリルフールです。明日はエイプリルフールなんでね、何を嘘ついても OK な日です。でちなみに明日はですね、4月1日は、まあ、久々に平日ですね。なので職場だったりとか、まあ学校は今春休みか、なので職場の方ですね、社会人の方、もしね女子とかの方がね、もう優しい方だったら一回嘘ついて見るといいかもしれないですね。それによってコミュニケーションを取って、またさらに仲良くなれたりするかもしれないですね。まあとはいえ嘘のやりすぎはよろしくないので、ある程度ねそういう範囲とかはわきまえた方がいいかもしれませんが、まあ僕自身はそんな余裕があるのかって言われちゃうとちょっとないかもしれないんで、こうやって言っておきながらやらない可能性が大なわけですけども。これ何回ですかね、ファイヤーレッドの時みたい にですね、何回とか出てるわけじゃないんで、今上から下から何回なのかって分かってないんですよね。確か一番上で9回とかあったような気がするんですよね。なので相当上の方向に行かないといけないですね。ちなみにしんちゃんはですね、サファリパークじゃなかった、サファリゾーンで手に入れた技マシン、ステミタックルを覚えさせました。そろそろ大技がないと厳しいかなという判断で、とりあえずロケット頭突きかこのステミタックルかで悩んだわけですけど、ロケット頭突きだとどうしても一旦待たなきゃいけないっていうデメリットがあるんで、その間にダメージ受けてしまうと防御力低いしんちゃんだとちょっとまずいかなということでね、ステミタックルの方にしました。まあさすがにね、ステミタックルだったら攻撃力も高いわけですから、ダメージ自分で受けようともね、反動で死にさえしなければあとは回復すればいいだけなんで、なんとかなるかなっていうところで応援させました。さあということで、あとはコラッタがラストになるんで、これは楽に倒せますね。うん、ミサイル割り1回でこれだけダメージ与えるのはいいですね。これはしんちゃんも成長した証拠です。でこれ本当に今何回にいるのかは本当にわからないんで、これに頼るしかないですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 11回目だったっけ、あれあれ、でこれはこれ2回じゃなかったんだ。でこれがまたさらに落ちて4回ぐらいいった、もしかして僕、どこマジで分かんないんだけど、でこれがあれ2回じゃない。ちょっと待って、本当に迷子になっちゃった。
やばいやばい、本当に迷子だよこれ。ガッツってなりそうです。そんな予感がします。本当に迷子になっちゃいました。やばいです。結構上に行ったってことしか分かんないですね、今のところ分かっていることは。あとはこのシルフカンパニーは、榊だけじゃなくてですね、ライバル戦もあるんですよね。なんでこの戦い終わったらもうライバル戦までカットしちゃおうかな。そんな感じでいいかな。まあもうずっと延々とトレーナー戦やってるだけってのもちょっと味気ないと思いますので。まあといってもポケモンはそれが醍醐味なわけですけども、この縛り実況では重要な戦闘以外は基本的にカットしているっていう、そういうコンセプトでやっておりますのでね。まあ申し訳ありませんがカットさせていただくことになると思います。混乱しながらもなんとか倒せたんで、あとはしんちゃんじゃなくてドラえもんのメガドレイで倒していきましょう。カラカラが来てくれると結構ありがたいですね。メガドレイに使うことができるんでね。サイケ光線とかサイコキネスだったりとかを消費せずにいけるっていうのは美味しいですね。またさらにレベルアップいいですね。なのはいいけれど、そろそろしんちゃんのレベル差が離れてきたんで、しんちゃんを今度戦闘にしましょう。じゃあライバル戦まで勝つ。いやー、ようやく来たかな、ライバルのとこまで。いやー、もうほんとここに来るまで30分もかかるとは思いませんでしたね。本当に広すぎる。そしてそんなこんなしてる間にしんちゃんのレベルがもう48まで上がってしまいました。トゥルルーンとなって、さあ久々のマッタザチャリーとライバルですね。ここで待ってれば来るんじゃないかと思ってたのさ。進化しロケットの相手に手こずってるみたいだな。じゃあお前が戦えよ。まあ俺様には関係ないことだけど。は、はい、今日のは案件ですね。やむ気してでチャリが歩いてるのちょこっと味方ものだからさ、少しは強くなったのかなんちゃって思ってさ。どういうことで久々の対決ですね。シオンタウンのポケモンタワー以来じゃないでしょうか。なんでだいぶ自転車も強くなってると思います。ピジョットになってますからね。レベル差こそはね、結構勝ってはいるんだが、問題はですね、やっぱしっかりダメージ与えられるかということと、一応球界でですね、紙椅子があったんで話しかけて回復させてもらったわけですけど、まあ敵も多くて本当 PP が消費しまくりで、その PP の管理も大変でしたね。でまあなんとかなってくれたからこんな感じでいけてるわけですけど、相当時間かかりましたね。これ単純な広さだけで言えばチャンピオンロードよりもでっかいんじゃないかなっていう、そういう説もありそうですね。わう、マジか。うん、これはちょっとやらかしたね。まあレベらせて入れ替えかな。普通に入れ替えればよかったのにね。ちいちゃんに、いや、なんかミスったね。話してるうちに。まあよくあるパターンなのでお気になさらずにということで、じゃあダブルニードルでさっさと片付けていきましょう。残り3体ですね。ギャロダスか。向こう飛行タイプ持ってるからな。まあといってもこの初代でのギャラドスは言うて技マシンじゃないとそんなに強力な技を覚えれないはずなんで、もう惜しみなく捨てみたくで攻めましょう。やってみた感じ捨てみたくの反動覚えるほか多くないんで、バンバンいけますね。さあここですね、問題はダブルニードル、やっつけかな。あー、いいですね。さすがに防御力が低いだけのことはありますね。あれでダメだったらワンチャン負けてたまであるんでね、怖かったですけど。さあ敵がねリザードになっちゃったんでね、まあ、ここ本当にライバル自転車においての最大の課題ですよね。うちらはどっちも虫タイプってこともあって、もう炎で焼かれてしまうのは間違いなしでしょう。なんでしっかりと眠り粉を当てないと負けてしまいますね。そして起きる前にはつけてもらいましょう。
こういう時のドラえもんはね本当に頼りになるから、先輩としては生きてもらわないとですね。なので特殊能力が下がったって出たんで、今回のというかこの初代の時だと特防が下がるだけじゃなくて特攻を下げるっていうことにもなるってことですかね。だから解放者の威力も下がるのかな。てか解放者まだレベル的に覚えれないとは思うけれど、どうなんだろうね。何レベルで覚えれんだっけ。初代の時のニザードの解放者は何レベルで覚えてるか分かってないからな。ほんじゃまチャーリー、俺様一足先に行くぜ。ポケモン図鑑やってるうちにどういうポケモンが強いとか何が進化するとか分かってきちゃったデリー、俺って天才。まあそういうことで、これからはポケモンリーグロシテンのバッサバッサと倒して最強のトレーナーになるってやろうと決めてるさ。チャリも先生頑張ってくれ。じゃあな、バイビー。負けておいてコロレ、自信満々なセリフなわけですよ。いや自信家ってのもいいもんですね。ある意味メンタルが強い。でここでラプラスをもらえるわけなんですけども、手持ちがいっぱいなのにもらえるんだね。へーへーへー、マジか。なんで名前つけようかな。いや正直もう適当につけましょう。ドラミちゃんです。受け取れるんだったね。そういや、まあ波乗り要因はですね、本当はこいつになるかもとは思ってはいたんですけど、いるっちゃいるんでね。一応一回回復しましょう。おっとここにもトレーラーいたが、ふう。いやーもうそろそろ撮影時間が50分いっちゃうよ。かなり長引いております。まあさすがにという感じで倒してはいきたいんですけど、何せさ、サッカー機もそれなりにレベルは高いんでね、さっさと倒せるかってなるとちょっと分かんないですね。まだまだ40レベルぐらい確かあったはずだからね。なおかつさっきの自転車の時みたいにタイプ相性もかなり悪かったはずなんで、まあニドリーノとかニドクイとかは確か出たはずだから、そいつらに対してはやれるんだけど、あとのやつだな、サイフォンだっけ。あでもいけるか意外と。榊岩タイプとか多いイメージだから、ドラえもんのメガドリ以外はちょっと通用しないんじゃないかって思ってはいたんですけど、なんか毒タイプも普通に持ってるしいけるかな意外と。まあ大丈夫だと思いたいですね。よし、さあ最後榊。いやほんと疲れる。多分ね、まあやる前から僕思ってたことなんですけど、シルフカンパニーが一番疲れるだろうと思っていたので、まあここを乗り越えればだいぶ楽になるかなと思っています。おうチャリか、また会ったな。俺は今シルフの社長と仕事の話をしているんだ。大人の世界に口を挟まないでもらいたい。どうしてもというなら言いたい目でやってもらうぞ。サカキの中でさ、この顔さ、口元なんかおかしいよね、色が。色がっていうか形が。なんかおかしいよね。口あーって開いてるのも見える。4体か、ニドリーノだから最初はまあ楽かな。サイコキネシス、もう惜しみなくいきましょう。これでラストだしね。よしよし、おおいいね、いい感じ。さあガルーラ、こいつですね。問題はある意味どうやってやっつければいいんだろう。まあドラえもんのサイコキネシスでゴリ押しが一番いいとは思いますが、エフェクトガード、まさかの。まあでもこれだったらそんなに負担かからなくやっつけれそうだね。よしよしよし、何やってくるか分かんなかったからね正直こいつ。だからちょっと不安だったんですけど、さあ次サイフォン、そしてニードクイーンかな。あれさっきの自転車より楽勝ぽいですね。自転車の方がやっぱタイプ相性は良くなかったみたいですね。しかもドラえもんだけでやっつけれそうっていう、そんな状態ですね。
二度クイーンがラストだから、これが仮にしんちゃんだとしてもダブルニードルとかミサイルバリでいけてるって感じですね。いいですね。特殊能力下げていきまして、しかも向こうも毒針しかやってこなかったですね。これはもう楽勝ですね。まだ榊はナメプ状態、次のあのジムリーダーとして出た時が本気モードかな。そんな感じですかね。ハグ、この俺が負けるなんて。くそ、しょうがない。シルフはシクトワザ諦めよう。しかし我がロケット弾は不滅だ。チャーリー、すべての保険はロケット弾のために存在するのだ。そのことを忘れないよ。では俺は退散するしよう。じゃあな、じゃあな。よし、決まった。で、持ち物ちょっと一応預けときましょう。上で社長からですね、とあるですね、素晴らしい道具を受け取ることができるんですけども、まあ受け取れなかったら元も子もありませんのでしっかりと預けていきましょう。これでもしかしたらまだ倒しきれていなかったロケット団のトレーナーもいなくなっちゃうのかな。そうするとしんちゃんだったりとかドラえもんのワーレベルが上げるためのやつがなくなってしまうっていう不運もあるわけですけど、まあしょうがないのかな。さあこれかな、これかなと思ったけどこっち側からじゃなくて無理だったねおお、少年よ、助けてくれてありがとう。私はピーチを救ってくれた。君のことをそこのさ決して忘れないだろう。おお、そうだ、お礼を差し上げなくては。私はフットパーで歩かして、ほれこんなもんでいかかな。本当にフットパーですよね。マスターボールでもらっちゃったんですよ。そこらどこで格闘できない、いつの作品マスターボール。長ければ必ず僕も捕まえられる。細いと使ってみてくれたまえ。おぴらりしてはいけないっていうことですね。こっそりと使ってみてくれたまえっていうことは、まああとはね、あのお察しの通りだと思います。伝説のポケモンに使えということですね。っていうのかは、本当にそうなのかは分かりませんが、あの少なくともファイアレッドをやってた頃の僕はそうだと捉えていましたはい。でとりあえず9階に行ってまだトレーナーがいるかどうかだけを確かめて、いなかったらもう帰りましょう。ここに長居しても何にもいいことがないわけではないですけど、道具は一応拾えるんで、まあそれは多分裏でやってると思いますのでね。本当にロケット団のトレーナーたちはもういなくなっちゃいましたね。いや撮影が長引いた。回復してくれないの？これちょっとちょっとした悲劇まさかの助けてくれないマジか何が助けてくれてありがとうだよさあ1階に行ってもう帰りましょう。欲しい道具に関しては後で裏で取ればいいと思うんでね。もうカードキーは開けられますしね。じゃあね、ちょっと画面がねお見苦しいことになっておりますがね、あの受付のじゃない、仮眠室のお姉さんが助けてくれなかったので、まあそれを恨んでください恨んでください皆さん。この画面がお見苦しいことになっているのはあのお姉さんのせいです。恨んでくださいお姉さんのせいです本当にまあこれでシルフカンパニー編は終了ですね。はい、ということで苦労しましたが、なんとか無事に終わりました。次回はですね、山吹シティジム夏目に挑んでいきたいと思います。さあ今回、見てくださった皆さんありがとうございました。もしよろしければ高評価コメント等、面白かったらお願いいたします。それでは今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会おう。